次に茂木敏充君。茂木君。おはようございます。自民党の茂木敏充です。野田総理とは5月23日、社会保障と税一体改革の、特別委員会での、審議以来、1ヶ月半ぶりの、議論ということになります。よろしくお願いいたします。まず今、九州地方を襲っている、豪雨災害の話でありますが、今日も、熊本県、大分県を中心にですね、3万3000世帯以上、10時時点でも、避難指示が出ると、九州全域に、大きな被害が広がっております。自民党は先週段階ですでにですね、この九州地方の、豪雨災害の対策本部、立ち上げまして、月曜日には現地にも視察にも赴きまして、現場の声、しっかりと聞かさせていただいて、我が党として、激甚災害の指定と、これも含めました7項目の、緊急提言、政府の方に申し入れをさせていただいております。ぜひ政府におかれましても、迅速かつ万全な対応していただきたい、このように強く要請をさせていただきます。野田内閣総理大臣。先般の豪雨の際にも私どもも政務三役から現地に行ってですね、さまざまな対策についての今検討を行っておりますが、御党からのご提言も真摯に受け止めていきたいと思います。また今日の豪雨はちょっと今までの記録にないような大雨と聞いておりますので、今日情報連絡室を立ち上げまして、しっかりとした対応していきたいと考えております。茂木君。現場の自治体相当頑張ってます。しっかりと政府がそれを支援できるような体制作っていただきたい。財政面も含めてお願いを申し上げるところであります。さて今日の私の質疑のポイントでありますが、これを、キーワードで表すと、図の1のようになると思います。ご覧ください。一体、五越同舟、合意、朝令暮改。ちなみにこの朝令暮改でありますが、鳩山さんが総理時代に朝三暮四と間違えた言葉であります。それから3番目に政治、危急存亡。四文字熟語の方、あまりいいニュアンスの言葉ではありませんが、現実に今の私は国会で起こっていることだと、こんなふうに思います。我々は社会保障と税の一体改革、衆議院での採決、6月26日から民主党の分裂、そしてまた処分、そして院の構成のやり直し、2週間待たさせていただきました。そしてようやく来週から参議院の方で、この社会保障と税のですね、一体改革の委員会審議と、これが始まる予定であります。国会は残念ながら波静かではないと、こんなふうに私は思っております。参議院での、審議員の前にですね、大きなポイントについて改めて政府与党としっかりと整理確認をしておくことが、この法案をですね、成立させる上でも必要不可欠だ、こういう思いで、今日の質問させていただきたいと思います。まず一体化法案のですね、衆議院での採決についてであります。今回の採決でですね、与党側から、協議の要請を受けました。我々の方から採決で一人も自民党も公明党も反対者出ませんでした。しかし与党、民主側からですね、57名もの残念ながら大量の、造反が出たわけであります。与党側の賛成者220名、与党だけでは法案可決ができなかったわけであります。そして造反をされた方、図の2をご覧ください。造反のパターンもですね、さまざまですし、さらに造反後の行動、これもバラバラであります。まず私ですね、離党届にサインをしながら、まさか本当に離党届出すと思わなかったと、こういったことで、離党届を引っ込めた議員もいると、造反からの造反と、こんなふうにも呼ばれておりますが、やっぱり私はこれ国会議員として最低だ、こんなふうに思っております。また造反をしながらですね、法案に対して反対の考え方、変えずに党に残っていらっしゃる議員、そして法案にですね、賛成できずに棄権された方、これも含めると33名もいらっしゃるわけであります。この、国内残留組ならぬ党内残留組、いかがなものかな、こんなふうに思っております。造反者の処分にあたりまして、今後討議、さらには三党合意、従うことの確認、念書を取られるか取られないかと、
それはまさに党の問題でありますが、少なくとも党議、そして三党合意に従う、こういう確認は取っていただきましたね。総理、ぜひ民主党の代表としてお答えください。野田内閣総理大臣。6月26日の一体改革関連法案の衆議院採決におきまして、57名、我が党からですね、反対者、あるいは棄権欠席者が出ました。このことについては、国民の皆様に大変ご心配をおかけしたこと、深くお詫び申し上げたいと思いますし、その結果が、国会の審議にも影響したこと、御党も含めて各党会派の皆様にご迷惑をかけたことは、お詫び申し上げたいと思います。でその中で、処分自体は、党内の手続きにのっとって対応が決まりました。で今後、これから参議院の審議に入っていくわけでございますけれども、三党合意を踏まえてしっかり党が一致結束して対応できるように、そのために今日も両院議員総会を開きますし、明日は全国幹事長会議を開き、一致結束して対応するように万全を尽くしていきたいと思っております。一筆書くとかどうかということは、これちょっと党内のルールではありませんが、今申し上げたような努力をしながら一致結束して対応して、公党間の信頼の確保にも努めていきたいというふうに思っております。茂木君。私は念書を取れとかそんなことを申し上げておりません。それから両院議員総会、全国幹事長会議お開きになるのはそちらの党の問題ですから、お任せをいたします。私がお聞きしているのは、確認はきちんと取られましたか。なぜこういうことをお聞きするかというとですね、今党内に造反をしながら残っていらっしゃる方、これと近い考えの方が参議院でも民主党にいると、こういうふうに言われているわけですよ。参議院で今度こそは民主党も一体になってこの法案を仕上げる、こういうことであれば当然衆議院側でですね、私は確認を取る、こういったことが必要ではないかなと思います。もう一度お答えください。野田内閣総理大臣。衆議院においてはもう採決で投票行動を示されたわけです。でその方たちが云々ということは、これはもう党の処分としての対応となりました。で参議院において一致結束して対応するために、いろんなこれから党内のコンセンサスをしっかりとやっていくために、参議院の執行部と一体となって一致結束して対応できるように努力をしていきたいと思います。茂木君。私、確認を取られましたかと、こういう話をしてまして、党の処分の問題は申し上げておりません。党の処分について軽い、重い、いろんな判断はあると思います。しかし法案をしっかりしようと思ったら、衆議院段階でのですね、この崩れというものをやはりですね、是正をする必要があるんではないかなと思っております。三党で合意をして、そして総理、参議院でも協力をお願いするわけでしょ。そうしたらそういった確認をしっかり取った上で参議院の審議に臨む。18日までには確実に参議院でも確認を取ります。それが私はお願いする礼儀ではないかなと、最低限の礼儀だと思いますが、いかがですか。野田内閣総理大臣。参議院議員の今一人一人の確認をという段階ではなくて、当然これは党の方針として決めておりますので、それに従って行動をするようにしっかりと今説明をしていきますし、もちろん採決の前までにはですね、それぞれ一人一人がしっかりと投票行動を取るような努力はしていきたいと考えております。茂木君。ご答弁を聞いているとですね、参議院でまた衆議院の再来になるんではないかな、大変そんな、懸念も持つところでありますが、衆議院で我々本会議、採決を行いますと、記名採決の場合はこういった、白い木札、白票と呼ばれております。これを、閉じることになります。そして反対の場合はグリー色ですけれど、青票、正票というのを、閉じることになっています。今回の社会保障と税の一体改革、3回記名投票を行いました。当然一体改革ですから、賛成の人はすべて、白、そして反対の人はすべて青ということで、野田総理も私も白白白と入れたわけであります。そして小沢さんや共産党の皆さんは青青青と、こういった形で投票されたと。ところがですね、鳩山さん、鳩山元総理、投票行動を見ますと白白青なんですよ。白白青、運動会じゃないんですよ。支離滅裂だと思います。我々は今回の議論、社会保障と税の一体改革、こういうことで捉えてきました。
ですから我々が提案した社会保障制度改革基本法、最終的には推進法ということで合意いたしました。これをまずきちんと受け入れてほしい。そして実務者の皆さんもですね、大変ご苦労される中で、税だけじゃない、社会保障だけじゃない、これを全体でパッケージで合意するんだと、こういったことでですね、やってきたわけであります。そして全体での合意が15日にでき、そして26日に採決。ところが鳩山さんは白白青と、私やっぱりですね、ここに来ても一体改革であることが分かってらっしゃらなかったんじゃないかな、こんなふうにしか思えないんですけれど、総理は鳩山元総理のですね、投票行動、どのように考えられますか。野田内閣総理大臣。その投票をした前の週だったと思いますけれども、鳩山元代表と30分ほど官邸でお話をさせていただきまして、増税先行で社会保障は何もやらないというそういう誤解があったんで、かなり社会保障についてのご説明をしました。で、社会保障についてはかなりご理解をいただいたんです。ただ、ご自身がやっぱり代表としてマニフェストで臨んだ選挙では消費税については触れてなかったということに責任を強く感じていらっしゃいましたので、多分そのことをもって反対をされたのではないかというふうに推察をしております。松井君。財源がないのにですね、政策はできません。これは一回生議員でも私は分かっていただかなくちゃいけないことなんじゃないかな。ですから総理も税と社会保障の一体改革、こういったことをおっしゃってるんだと思います。鳩山元総理の処分、党員資格停止が、6ヶ月から3ヶ月に軽減された、処分について、これは税と社会保障一体改革を支持していただいている国民の皆さんからも強い批判が出ているのは間違いないところであります。ただ処分は民主党の問題であります。しかしこの税と社会保障の一体改革、我々は全員賛成し、そして今支部長として落選をしている我々の仲間もですね、これはきちんとやっていこうと必死で地元で訴えているんです。一方で民主党で造反をされた方、国会では党の方に残っている。しかし地元に戻ると、私は消費税に反対した、増税の前にやるべきことがあるんだ、こういったことを今でも言っていると。私今これを見ているとですね、まさに五越同舟状態、さらに言えばですね、獅子身中の虫ですよ。こんな状態放置してていいんですか。総理お答えください。野田内閣総理大臣。いわゆる投票行動、行動についての対応は先般の党内の手続きを経て対応させていただきました。で、これからも引き続きですね、党内のコンセンサスを得られるように一致結束した対応できるように、もちろんこれから参議院の審議ですから、参議院議員のまさに結束というのもありますけれども、衆議院においてもまさにこれは地域の活動と絡んでまいります。賛成を、苦渋の決断で賛成をされた方も一生懸命今国民の皆さんに説明をされているときに、そうでない方が違う形で隣の選挙区でやっているというのは、それはどなたも違和感を持つと思いますので、そういうことのないようなコンセンサス作りをこれからしっかりやっていきたいというふうに思います。茂木君。ぜひ代表としてですね、そこら辺指導力を発揮してほしいんですよ。総理が政治生命をかける、こう言っている法案でありますから、党内に残られるからにはこの一体改革にきちんと賛成をする、苦しくてもやはり国民に説明をする、こういう努力がなかったら、私は残念ながら党員として失格じゃないかな、こんなふうに思います。ちなみにですね、獅子身中の虫、これもともと仏教語なんですね。菩薩になろうと誓った人が守るべき、規律を定めた、煩悩経、これに言葉がありまして、仏法を破り害をもたらすのは内部にいると、ぜひご参考にしていただきたい、こんなふうに思うところでありますが、野田総理は、これまでですね、消費税マニフェストには書いてなかった。だから引き上げの決定はするけれど、引き上げの前には国民に信を問うと、こういうことを、言ってこられたと私は思っております。当然次回の総選挙では、今度こそ民主党の選挙公約、マニフェストというか別にして選挙公約に、この税と社会保障の推進、そして消費税の引き上げ、公約として盛り込まれますね。野田内閣総理大臣。
それは国民生活に非常に直結をするテーマであります。で、社会保障の持続可能性を確保して、その安定財源を確保するということは、これは本当に国民のためだと思って、厳しい決断でありますけれども、推し進めてきたわけでありますので、国民生活のために我々はそれを約束としてマニフェストに明記したいというふうに考えております。小田切君。マニフェストに明記をされると、明言をされました。小泉元総理は、郵政改革の時に、郵政改革に反対の、我が党の議員、切ってですね、賛成の候補者、刺客とも呼ばれましたが、すべての選挙区に、立ったわけであります。当時小泉総理は殺されてもいいんだと、こんなことも言ってました。やはり私は政治生命をかけるということにはそういった覚悟が必要なんだと、こんなふうに思っております。それで次の選挙に、この消費税の問題公約として掲げる。そうなりますと、この消費税一体改革に反対をされる議員、これを公認することはまさかありませんね。党内の手続きの規定の問題を聞いてるんじゃありません。総理の覚悟を聞いてるんです。明確にお答えください。野沢内閣総理大臣。これはこの一体改革だけではなくて、それぞれ今回掲げる、マニフェストの中身はそれぞれこれからあると思いますが、しっかりとマニフェストを書いたことをちゃんと遵守するかどうかというのは公認の基準になると思います。武田君。一丁目一番地だと思います。総理にとってそうおっしゃってきた。我々もその意気込みで協力をしてきた。それをマニフェストに掲げる。それについて反対の方は公認されない。当然のことだと思います。明確にぜひお答えください。野沢内閣総理大臣。マニフェストに明記することに賛同できないんだったら、それは公認の基準から外れると思います。茂木君。明確にお答えいただきました。次回選挙で、民主党、消費税そして一体改革の推進に反対する議員は公認をしないと、総理の方からしっかりおっしゃっていただきました。せっかくの三党合意でありますが、衆議院の採決の後、もう一つ重大な問題が起こっております。まず図の3をご覧ください。これが6月21日の3党の確認書であります。3党の幹事長の、サインもあります。私も政調会長としてこの会談、同席をいたしました。総理もお手元のですね、3党実務者間会合、合意文書を誠実に実行する、こうしたこの確認書、さらに各党実務者が6月の15日の合意に向けて連日、ギリギリのですね、協議を続けた結果の、実務者の合意文書、ご覧になっていると思います。私は今回の合意、それぞれの政党が考えの違いを乗り越えて譲るべきところはお互いに譲り、一致点に達した、決められる政治に向けて大きな一歩だったと、そんなふうに考えております。その意味でも極めて重い、そして厳正な合意だと私は胸に刻んでおります。総理の受け止めいかがですか。お聞かせください。野沢内閣総理大臣。社会保障充実、そして安定化させるために、そしてその安定財源を確保するために、今生きる国民のためだけではなくて、将来世代もしっかりおもんばかって、各党それぞれの固有の政策がある中でですね、ギリギリ国民のために合意をした。で、そのことは私は政治にとって大きな前進だったと思いますし、そのことは大変重たい高等間の約束だと受け止めております。茂木君。ありがとうございます。同じ認識であると、そんなふうに感じておりますが、ところがその一方でですね、民主党では国民そして有権者の説明用資料として政権交代の成果と課題と出した資料、これが採決直後のですね、6月の28日午後の2時以降でありますが、民主党の所属議員全員に送られています。ここにいる三日月理事なんか早速28日にご自身のホームページにもそれアップをされているわけであります。その説明資料、中身を読んでみるとですね、とんでもないことが書いてあるんです。まさに朝令暮改、三党合意の約束違反であります。具体的に申し上げます。民主党資料の19ページには、取り組み中の政策として新年金制度、高齢者医療制度が挙げられています。図の 4-1 をご覧ください。どう書いてあるか見てみますと、新年金制度、平成25年の国会に法案提出、現在党内で新制度について議論中、
高齢者医療制度、後期高齢者医療制度は廃止、平成24年、今年ですよ、通常国会に法案提出、現在、政府与党一体で制度改革の検討、関係者との調整を推進、28日に出された資料であります。本当に後期高齢者医療制度の廃止法案、この国会に出すんですか。これ3党で合意した社会保障制度改革推進法案や実務者の確認書に明らかに反するんですよ。3党で合意したのはこうなんです。図の2、4の2をご覧ください。3党合意では将来の年金制度や後期高齢者医療制度については民主党が勝手に法案を出すのではなくて、あらかじめ3党間で合意に向けて協議をする。さらに社会保障制度改革推進法で設置が決まった国民会議の審議を経て必要な法制上の措置を実施する、こういうことにしたんじゃないですか。総理も前向きに捉えていただいた我々の国民会議の提案、そして実務者の皆さんが本当に苦労されてまとめた3党合意、ここに実務者の一人、細川議員もいらっしゃるわけですけど、これじゃ3党合意一体何だったんですか。まさにですね、私は鳩山元総理の党員資格を6ヶ月から3ヶ月に縮めた以上の朝令暮改だと、こんなふうに思いますけど、いかがですか。野田内閣総理大臣。本当に詐欺師だよ。こんなに話だなと。この図の4の2の通りですね、いわゆる実務者の確認書、そして社会保障制度改革推進法案、これはまさにその通りであって、例えば最低保障年金であるとか、後期高齢者医療制度、こういう高齢者医療制度に関わること、公的年金制度に関わることについては、これはあらかじめ3党間で合意できるように検討をするということになっています。で、その上で、この推進会議ができたときには、そういう幅広く有識者も含めた中で、こう議論ができるようにしたいということでありますが、で、その意味では、これらの最低保障年金も後期高齢者医療制度も、旗を下ろしたという言い方をされる方もいらっしゃいますが、我々はそうではなくて、固有の政策の打ち消しはしていませんので、この3党間の合意の中に、あるいは有識者会議の中に入れていきたいと考えております。で、そのことと、この図の4の1で書いてあることとの、私はその矛盾というのはないと思っておりまして、例えば、これは対抗、例えば高齢者医療制度については、3月の閣議決定において、通常国会に法案提出と明記とか、これ事実なんです。大綱に書いてある通りであります。で、その上で新年金制度についても、当然これは高等間の協議があったり、あるいは有識者会議で議論するとかありますけれども、我々が準備をしているという事実は、これはその通りであって、来年法案提出するために、党内でプロジェクトチームを作って検討をしています。で、これは事実でございますので、今申し上げた図の4の1と4の2に、その齟齬があるということではないというふうに思います。明らかに詭弁です。確かにその、図の4の1に従って進められてこられたんでしょう。今まで民主党として。しかし図の4の2がの右側が加わったんですよ。3党合意で。それが新しい事実なんです。全部4の1を否定するわけじゃありませんけど、図の4の2の右側が加わったわけですよ。マニフェストを撤回したか撤回してないか、こういうことではなくてですね、新年金制度、それから後期高齢者医療制度についてはまずは3党協議での合意、そして国民会議での審議、こういうですね、二重の制約が加わったことによって4の1によるあるようにですね、あたかもそれを見ると民主党が単独で何でもできる、こういうふうに書いてあるんですけど、違うじゃないですか。3党で合意することになったんですよ。そして国民会議にかけることになったんですよ。そういった意味では民主党だけではマニフェスト通りにやれなくなった。これが今時点の事実なんです。6月15日、そして6月の26日の採決以後の事実はそうなんですよ。一部のことだけを捉えて事実ですと。確かにそうでした。過去においては。そしてそれを全部否定するわけじゃありませんけれど、新しい事実が我々が作って加わったんですよ。それを全く詐称してですね、前のことだけを書く。これはやっぱり国民に対して説明不足どころかミスリーディングな説明だ。こういうふうに言われても私はしょうがないと思います。ぜひ28日のこの文書、撤回をしてください。
回収をしてください。お願いします。野田内閣総理大臣、事実に反するならばそれは回収とかってあります。で、この図の 4-2 の右側のような実務者確認書、そして推進法案に位置づけられている国民会議、こういうものを経ながら我々のこういうの政策を打ち出してご理解いただくように努力をすると、これはもう事実、これは重たい責任だと思うし、むしろ我々の固有の政策を実現をするための舞台として位置づけていきたいと思っているんです。で、そのこととですね、この政権交代の成果と課題という、課題も含めてこれ取り組み中の話なんです。で、これは事実であるんで、党内としてこういう努力をしているし、そういう閣議決定に基づいているということは、これ事実なんで、嘘ならばそれは回収したりしなければなりませんが、あえて言うならば、これから何か作るときに、もう社会保障と税の一体改革の中で、こういう6月15日の合意があったし、推進法案が出てると、こういう舞台の中で、我々は主張を通していきますよということをあえて書くならば、これから注意しなければいけないと思いますが、この図の4の1が、でも嘘でも何でもないということはご理解いただきたいと思います。茂木君。図の4の2にですね、左側書いてあるのが、もともとの民主党がやってきたことでした。これが。そして、それに加えて、6月15日の合意で、そして衆議院の採決で、図の右側のものが加わったわけですよ。今ですから、足していただいても結構ですけれど、図の左側だけでは、やっぱり事実を説明してないんですよ。国民に。そうじゃないですか。そうしたらやっぱりですね、少なくともその開始をされないということだったら、このことが追加になってます。三党合意で、そのこと全く触れてないんですから、今の状態で。だからだったら三党合意、総理の方から協議をお願いされて、本当に実務者の方頑張ってきましたよ。細川さんだって怒ると思いますよ、これじゃあ。何のためにやってきたのかとなると思いますよ。きちんと現状はこうなってます。そういう文書をですね、18日前に出してください。お願いします。野田内閣総理大臣。それぞれ公党でいろんな機関して、私は今回の合意を踏まえた記載があることは承知してます。踏まえたことは書いてない。それぞれやっぱり独自のですね、自分たちの固有の考え方を鮮明にされていますね。で、それは私はだから一つ一つ口頭の機関し、大きな間違いがあって嘘があるならば、それはなんか対応しなければいけませんけれども、さっき申し上げた解釈なんです。で、そこはぜひご理解いただきたいと思います。野田君。これでは三党合意をですね、誠実に履行すると、そういうふうに私は言えないんじゃないかなと思います。左側がこれまで民主党が主張してきたことであるのは間違いありません。そしてこれからも国民会議で主張されたい、こういうことは分かっておりますけれど、右側が今加わった事実なんですよ。このことに全くですね、触れないで、そのあたかも民主党だけでこれからやっていく、これは説明として、明らかにですね、おかしいんじゃないかな、こんなふうに私は思います。じゃあ、事実じゃないことは言っちゃいけないという話なんで、次を見てみましょう。民主党のマニフェスト違反、図の5、マニフェストの進捗状況という資料、これをご覧ください。国民の皆さんもこれ見るとですね、唖然とすると思います。この図の右側の取り組み中の政策の中にですね、なんと、ヤンバダムの中止が入っているんです。これ今年から本体工事に着工したんじゃないですか。高速道路の無料化、これも三党合意で平成24年の予算には計上しないことになったはずです。さらに暫定税率の廃止、これは政権交代1年目のですね、年末の予算編成で、当時の小沢幹事長がですね、官邸に乗り込んで、鶴の一声で暫定税率廃止をですね、暫定税率維持に転換したマニフェスト破り第1号じゃないですか。こんな子供にもバレるようなですね、嘘よくないと思いますよ。少なくともこの部分についてはマニフェスト変更したと、きちんと私は言うべきだと思いますけれど、これも事実だっていうんですか。野田内閣総理大臣。これはですね、これ全部ちょっとつぶさに見てなかったんで、自分なりの解釈で申し上げますけれども、すでにやったことを多分主な成果として、で、
できてないことを多分取り組み中という表現なんだろうと思うんです。で、高速道路の無料化については東日本大震災が起こった後に政策の優先順位を決める中でその財源を復興の方に充てるということで社会実験を 中断をする形になっていますので、だからこういう取り組み中ということだと思います。で、暫定税率の廃止についてはその財源が確保できていない状況だったので政権交代の1年目の時に鳩山首相、小沢幹事長の時に今できないという宣言をしていますので、したがってそういうこと、そういう扱いなんだろうと思います。松井君、それを取り組み中とはですね、普通の日本語では私は言わないと思います。子どもの教育上よろしくないと、まあ、こんなふうに私は思いますけれど、マニフェストというのは4年間でやる、こういうものだったと、そんなふうに理解しているわけでありますけれど、いよいよ、まあ、来年が最終年度ですよ。じゃあ取り組み中だと、まあ、言うんだったらですね、来年に向けた来年度の予算編成に向けた概算要求で、財務大臣、来年はヤンバダムの予算は認めないんですね。それから逆に高速道路の予算は盛り込むんですね。はっきり答えてください。安住財務大臣。まあ、ヤンバについてはですね、債務負担行為を今かけているわけではないんですが、7億円程度だったと思いますが、本体工事分として、まあ、計上はしております。で、これはしかし官房長官がですね、出した再提案というのがございまして、生活支援に関連する関係法案をですね、きちっと成立をさせて、なおかつその推理計画全体の検証を行うというのが約束でございますので、それが履行された後に、まあ、出向という形にはなりますが、今の状況ではそうでございますが、そこですから今見守った上で来年度予算の対応しなきゃいけないと思います。で、高速道路につきましてはですね、これは3党の合意で、被災地に対する財源の確保等を行うということで、その約束が今履行中でございますので、この流れで言えばこれを来年度予算にということは変更がない限りは行われないということになると思います。松井君。総理、今の答弁をお聞きになられました。マニフェストは4年なんです。そして4年目の予算にヤンバダムのは入ってくる、そして高速道路は入ってこないということになると、取り組み中とは言えないんですよ。もうどう考えてもこれは諦めたこと、撤回したこと、そういうことになるんだと思っております。資料にですね、先ほども申し上げたように明らかに事実とですね、反することがたくさんありすぎます。もう一つ、民主党の資料ではマニフェストの財源確保について全く事実と異なる、まあ、説明をしています。図の 6-1 が、まあ、その資料ですが、これを見ると、まあ、左側のようにですね、平成23年度までの財源捻出額が 6.9 兆円、一方で右側でその使い道はマニフェスト関連が 3.3 兆、基礎年金の国庫負担2分の1の残減が 2.5 兆円、社会保障の自然増への対応が1兆円超と、こういうふうに書いてあります。まあ、一見、もっともらしく見えるんですけれど、まあ、しかしですね、ここに民主党のマニフェストの一番の問題点、つまりですね、無駄の削減、埋蔵金の活用、そして税制改正でマニフェストの財源、まあ、最終的には 16.8 兆円、これを確保するとした民主党のマニフェストの私は構造的な欠陥があり、極めて初歩的なミスがある、まあ、こんなふうに思っております。どこに問題があるか説明をいたします。マニフェスト施策、これは毎年実行する以上、その財源も1年限りのものではなくて恒久的な、毎年使える、こういうものでなくてはならないはずであります。説明資料のようにですね、マニフェストの財源7割達成、6.9 兆円の財源確保できたんでしたら、それを基礎年金のですね、2分の1の国庫負担、そして社会保障費の自然増の財源に回せば、消費税別に 5% 上げる必要なくなってくるんですよ。さらには、年金交付国債やめてもですね、今年年金のつなぎ公債発行する必要なくなってくるんですよ。いかがですか。安住財務大臣。
ワンショットのお金と恒久財源と混同しているんではないかというご指摘のことについては、私どもとしてもですね、恒久財源については、3兆円台の確保はしたけども、ここまで至らなかったということは、総理も率直にここでお認めをさせていただいております。で、これについては、税外収入とはどうしてもですね、恒久財源にならない部分がありますので、そこは、このグラフで見ると、非常にその誤解を与えるんではないかということであれば、私が今申し上げたのが基本的な考え方でございます。デイ君、至る所にですね、過ちが見られるんです。この財源確保、これひどいんですね、本当に。あんまり細かい数字のことを言いたくないんですけれど、図の6の2をご覧ください。このマニフェスト財源の7割を確保したと、こういうふうに図の6に書いてあるわけですけれど、最終的にですね、16.8 兆円確保するという民主党のですね、マニフェスト財源、今安住財務大臣も認めたようにですね、図の一番右側にあるように埋蔵金の活用、こういったですね、5兆円の穴が構造的に開いてるんですよ。これは毎年のお金じゃないんです。これ毎年出てくるお金じゃないのを 16.8 兆の一部として積み足している、こういう問題がまずあるわけであります。そして民主党のですね、説明資料の通りであっても財源捻出額は 6.9 兆円ですから、平成23年度のマニフェストの予定額の 55% しかいかないんですよ。埋蔵金を除けば、恒久財源じゃない埋蔵金を除けば 29%、 さらに言うと本来のマニフェスト財源ということって 26% なんです。何が7割達成なんですか。よく書けますね。お答えください。安住財務大臣。これはですね、6.9 兆を 12.6 兆を竹にしたときには、先生ご指摘のように 55% でございます。ただ私、これ政調の方でお作りになったんですが、この7割と申しますのは、多分ですね、暫定税率の廃止分のところを 12.6 から削いでですね、削って、そこで 6.9 ということで約7割というふうにお書きになっておられるのではないかと思います。確認はしておりませんが、計算上はそうだと思っております。茂木君。その暫定税率の分ですね、 2.6 兆円確保しないということだったらそれで結構ですよ。確保しなくちゃいけないんでしょ、その財源は。私はむしろですね、マニフェストの財源の前にこの年金の財源、本来どの政府がやってもやるべきですね、そういう財源を確保した上で、まだ余裕があるんだったらマニフェストやられるの結構なんですけど、社会保障の財源は出ません。それでもマニフェストはやります。完全にそれだったら本末転倒なんですよ。どう考えてもこの7割、こういう数字であったり、至るところに事実誤認であったりとかですね、明らかにミスリーディングな部分がある、こんなふうに考えているところでありますけれど、民主党のマニフェスト、財源の見通しが甘かったと、このことについては民主党の中間検証でもですね、すでにお認めになってますけれど、単純に財源の見通しが甘かっただけではなくてですね、要するに埋蔵金、これ毎年出るわけじゃないんです、同じ額が。それをですね、この5兆円について、あたかもこれを 9.1 兆円がもともとですね、無駄の削減であったりとか予算の組み替えで出す財源でした、それと一緒にして入れてしまったと。ワンショットのものをですね、恒常的なものに入れてしまったと。そこに構造的な欠陥があったんじゃないかな。そういった意味では民主党のマニフェスト財源、これは 16.8 兆ではなくて、もともと 16.8 兆マイナス5兆、つまり 11.8 兆が最大だったんですよ。もちろん今3兆ぐらいですから、その 11.8 兆にも及んでませんけれど、こういったですね、構造的な欠陥があったということなんだと思いますけれど、総理、この認識、お認めいただけますか。野田内閣総理大臣。恒久財源とおっしゃったように埋蔵金とのワンショットを合わせた額になっていたということが非常にちょっと分かりにくくなっているということは、これは事実だというふうに思います。ただ先ほどのその前の図の6の1だったかなに出てきたようにですね、その
恒久財源として歳出削減を行い、そして税制改正を行った、その中でマニフェストの主要政策は実現をしてきています。で、一方で、ワンショットのお金は、それは御党が政権の頃からもそうですけれども、この基礎年金の国庫負担のところについては、これワンショットのお金をいっぱい入れながら、なんとかやりくりしてきたということであって、で、そこはだからワンショットのお金もやっぱり大事なんですね。で、そこはちょっと混在になっているところが分かりにくいということは、ご指摘の通りだというふうに思います。茂木君。我々はですね、まあ、そういった財源の工夫、まあ、埋蔵金の活用等々もやってきましたけれど、それを恒久財源のように見せたことは一度もありません。もう一回国民の皆さんにもですね、分かりやすいように説明をさせていただきます。聞かせていただきます。埋蔵金の活用5兆円ですね。これが恒久財源なら社会保障費に回せば消費税は 8% で済むんですね。5兆円ですから。恒久財源でないならマニフェスト財源にカウントしたこと自体が最初から問題だったんですよ。どちらかなんです。だから恒久財源なら消費税は 10% いらない、恒久財源でないならマニフェストが最初から間違った、どっちかなんですよ。どちらなんですか、お答えください。23年度までの財源って書いてあります、はい、安住財務大臣。静かに。この財源は毎年捻出されるものではないので、そういう点ではいわゆるワンショットの財源でございます。茂木君。財務大臣の方から率直にですね、マニフェストにはそういった、まあ、財源1年のものを恒久財源にカウントしてしまった、こういう構造的な欠陥があったと、お認めいただいたようであります。ありがとうございます。さて次にですね、今回の実務者協議でも一つの大きなテーマとなりました、まあ、景気対策、まあ、そして成長戦略について、まあ、議論をさせていただきたいと思います。改めて図の7をご覧いただきます。これサブプライム問題の発生、まあ、リーマンショック前後、まあ、それぞれ3年間のですね、まあ、日本の名目 GDP の推移、これを見たものであります。我々が導入しましたエコポイント、エコカー補助金によりますまあ、景気押し上げの効果、まあ、これも若干ある程度あったものの、政権交代以降の名目 GDP、これは年平均475兆円、右側です。これに対して、リーマンショック前、これは平均で508兆円ということですから、リーマンショック前と比べるとまだ30兆円も、まあ、下回っているということであります。まあ、2008年以降の日本経済の落ち込み、まあ、これ確かにサブプライム問題、そしてリーマンショック、まあ、こういうまあ外的な要因、全世界的な問題でしたが、まあ、景気の後退、まあ、これは当時の政権与党でありました自民党批判、こういったことにつながったのは私は間違いなかったと思っております。そして現在の政府与党に対する批判、そして政治団体全体に対する不満の背景にも、根底にも私はまだ回復されていないこのマイナス30兆円の景気の落ち込み、こういったものがあるんだと思っております。そして今後消費税の引き上げと、まあ、こういうことになりますと、まあ、当然ですね、駆け込み需要、これが引き上げの直前には発生をするということでありまして、その後にはですね、需要の落ち込み、これは政府の見通しでも、毎年1兆円から2兆円、まあ、こんなふうに言われておりまして、この後同僚の我が党のですね、斉藤議員の方から、まあ、この経済見通しも甘い、こういった指摘も、まあ、させていただきたいと思うんですが、いずれにしてもマイナス30兆に加えて、消費税の引き上げに伴ってさらに需要不足が起こる。だから今回のですね、3党協議におきましては、図の8にありますようにですね、我々、まあ、自民党の提案で、この税制改正の付則18条、まあ、いわゆる景気条項の中にですね、成長戦略や、事前防災、減災等に資する分野に、まあ、資金を重点的に、配分するなど、我が国経済の成長に向けた施策を、検討すると、こういう、条項、まあ、盛り込みを、まあ、させていただいたところであります。実際日本の経済力、そして国際競争力の低下、極めて深刻なものがあります。引き続き図の9をご覧ください。もちろんこれは我々が政権を担っていた時代からの、ものを含めた、まあ、数字でありますが、まあ、日本の一人当たり、まあ、GDP、これは2000年の3位から2011年には、世界第18位に、
国際競争力指数は90年の1位から今年は27位に低下をしてしまいました。ジャパンアーズナンバーワン、そんなふうに言われた時代がですね、いつだったんだろうかと、こういう思いを持つところがありますが、さらに、まあ、図の一番下のですね、技術革新力指数、これはこの1年でもまたですね、ランクの方が5位落ちて25位になっているわけであります。これ決して私ですね、政権批判のために申し上げている、政府批判のために申し上げているわけではありません。まあ、この状況を見ればですね、日本の国会が、まあ、今回のですね、民主党の内輪もめのようにですね、やれ賛成だ、やれ反対だ、こういがみ合っている余裕はないんじゃないかな、こんなふうに思うわけであります。そこで、まあ、提案でありますが、まあ、政府が毎年のようにですね、細かい、まあ、成長戦略を作る、このことも結構なんですが、その前に国会の意思として日本の今後のですね、経済の在り方、そしてそれを達成する手段やプログラムを定めた骨太の基本法、これを早急に制定する必要があるんではないかな、これこそ超党派でやる必要がある、こんなふうに今考えております。図の10をご覧ください。自民党が経済の分野でこれから提案いたしますのは、図の一番下にあります日本経済再生競争力強化基本法であります。この基本法では、まず今後5年間を日本経済の再生と競争力回復の集中改革期間とする、そして法人税率など制度の国際標準化や過当競争となっている国内の産業の再編を進めていく、さらに成長分野、これを特定しまして、そこに政策資金、こういったものを集中的に投入する、こういったターゲティングポリシーを導入する、こういったものであります。この日本経済再生競争力強化基本法、この詳しい内容につきましては、この後我が党の斉藤健議員の方から提案をさせていただきますが、この基本法の必要性、総理としてどうお感じになるかお答えください。野沢内閣総理大臣。今のそのさまざまな数値が出ておりました。このまま放っておくと少子高齢化の問題もあります。さまざまなボトルネックが日本を抱えております。でその課題を乗り越えてこのまま放置していくと坂道を転がっていく国になりかねないと思います。極東の片隅に位置するお年寄りの多い元気のない国になりかねません。でまさにここは今瀬戸際だと思います。そのための経済再生についてお互いに問題意識を共有し、危機感を持ちながらどういう考え方のもとでやっていくかということについて の意思疎通をして合意ができるならば、それはいいことだと思いますし、ちょっとこの中身のお話はよく主催検討しなければいけないと思いますが、今我々が用意している日本再生戦略もそんな問題意識なんです。で集中改革期間3年間でありますが、この基本方法は5年間となっておりますけれども、そういう問題も含めて複雑ない意見交換ができればと思います。茂木君。ありがとうございます。この国会では社会保障の分野でですね、我々が提案をいたしました、社会保障制度改革、推進法、もともと我々は基本法と呼んでおりましたが、まあ、これが修正の中で、推進法という形で3党合意いたしまして、衆議院で可決までいきました。また自民党では、事前防災、こういった考え方に立ちまして、できる限りこれから、まあ、日本で起こるさまざまな災害、まさに今日も起こっているわけでありますが、これに備えていこう、こういった国土強靭化、基本法、これもすでに法案を国会の方に提出してございます。さらに、まあ、今年はサンフランシスコ講和条約からちょうど、60年、4月の28日でありました。それに向けまして我が党としてこの4月の27日に、憲法改正の草案全文からすべてを見直す、こういった草案も発表してございます。そして安全保障の分野でも今月、ここに石破筆頭理事いますけれど、我が党としてですね、自衛権の行使、これは必要最小限度とする解釈は維持しつつ、国際情勢の変化などに合わせて集団的自衛権の一部もその必要最小限度に含むとした国家安全保障基本法、これも法案化をいたしました。またすでにですね、PK 法の改正や、まあ、自衛隊の海外派遣を一般法とする包括的な国際平和協力法案、
これもすでに国会に提出をしております。我々のですね、国家安全保障基本法はおそらく野田総理のですね、国家戦略会議フロンティア分科会の提言ともですね、共通する部分多くあると思いますが、自衛権の行使は必要最小限度とする解釈は維持しつつ、集団的自衛権の一部もその必要最小限度に含むと、こういう我々の考え方に対する総理のご見解をお聞かせいただきたいと思います。またこのですね、安全保障基本法や自衛隊のですね、海外派遣について特措法ではない一般法の制定について政府の方での検討状況、どうなっているのか、法案化の見通しは立っているのか、お答えください。野田内閣総理大臣。まずですね、先般、国家戦略会議のもとに作ったフロンティア分科会、この分科会の中には4つの部会があります。英知、繁栄、幸福、平和。その平和部会の中で2050年までを睨んだ中長期のビジョン作りの際に、だいたい平均年齢43歳という若い有識者の会議なんですが、その中からで集団的自衛権についての、いわゆる解釈のあり方見直しについての、方向性が出てまいりました。だからこれ一つの有識者の会議の会議でありますので、今それが政府の方針というわけではありません。現行においては今のやっぱり解釈のもとで対応すると、現時点ではということは官邸よりこの国会の中で申し上げておりますが、そういう分科会でのご議論もありますし、御党のこういう考え方もあるんで、その議論というのはさまざまなレベルで行われてしかるべきだろうというふうに思います。で、 PKO の関連ではですね、今駆け込み警護の問題なども含めてどう対応、ごめんなさい、駆けつけです、駆けつけ警護の問題も含めまして、どうあるべきか、 PK 法の、そのちょっと駆け込み、ちょっと今度しました、失礼しました。そういう今議論を政府内で最終的な調整をしているところでございます。茂木君。私がお聞きしたのはですね、 PKO の一部じゃないんです。 PKO 法の改正、それから、自衛隊を海外に派遣する場合、テロ特措法であったりいろんな形でやってきました。そういう個別の特措法ではなくて一般法としてやる、そういった包括的な国際平和協力活動法、こういったものが必要であろうと、こういうことで我々はすでに法案も提出してございます。そして国家安全保障基本法、これにつきましては解釈を変えるんではないんです。解釈は必要最小限度と、しかしその必要最小限度というのは時代であったり我が国の持っている能力、こういったものによっても変わってくる。その場合集団的自衛権の一部がそれに含まることはあり得る、こういった解釈をしている。それについての総理の見解を聞かせてくださいということです。野田内閣総理大臣。まず PKO については今申し上げたようなテーマの中での修正というか改正ができるかどうかを検討しておりまして、一般法を、これはもう一つの考え方だと思いますけれども、そのあり方というのは大いに議論していかなければいけないというふうに思っておりますし、党内の中でもそういう議論があるということは事実でございます。で、それから、今集団的自衛権の一部を必要最小限度の自衛権に含むというお考えは、これは一つの考えだというふうに思います。これはご提出いただいているということでございますので、国会の中で、いい議論ができればというふうに思います。茂木君。もう私は議論の時間はないんじゃないかなと。先ほど総理もおっしゃったようにですね、最初のキーワード危急存亡なんです。日本は安全保障の面でも経済の面でも社会保障の面でも、ですからもうですね、具体的に我々は法案を出しています、法案化をしています。政府の方の法案の準備はできるんですか、できないんですか、お答えください。野田内閣総理大臣。政府の方の例えば PKO に関する今の準備はさっき申し上げた通りです。一般法としてではありません。いわゆるその PKO の、いわゆる改善というか改革の方向性で法案の準備を今政府内での最終調整をしているという段階であります。茂木君。
なかなか大きな法案については準備が整わない、まあ、こういう状況なのかなと答弁をお聞きいたしました。我々責任野党として責任政党としてこの税と社会保障の、まあ、一体改革の問題では政府にも協力をし与野党の協議を進めてまいりました。ただ今の内外の緊迫した情勢まさに危機存亡こういったことを考えたときに日本の安全保障の問題そして経済の再生の問題これについてはですね民主党の手続きそしてまたいろんなプロセス今回の一体改革のように待てないんですよ。もうですから我々が政権を取ってこういった緊急の課題についてはきちんと対応するこういったことをしていくしかないなこういう思いを改めて強くしたわけであります。そこで最後に解散総選挙のタイミングについてお伺いをしたいこんなふうに思っておりますが総理は常々ですねやらなければいけないことをやり抜いた暁に国民の信を問うとこのように明言されておられますが我々は総理にとってやるべきことやらなければいけないことこれはまさに社会保障と税の一体改革だこういうふうに理解をいたしております。そして国民の多くもですね早期の解散を求めております。図の11をご覧ください。これは一体改革の関連法案が衆議院で採決した後に行われたマスコミ5社の世論調査の結果でありますが解散総選挙の時期について5社中4社で4社の調査でできるだけ早くという回答が最も多くて5社すべてでできるだけ早く今年中に合わせれば過半数5割6割を超える国民が早期の解散を求めているわけであります。この税と社会保障をしっかり仕上げたらすぐに解散して国民に信を問うてほしいこれが私は国民の声だと思いますが総理はこの国民の声どのようにお受け止めになられますか。野田内閣総理大臣。いずれにしても我々の任期は、4年間で、あと約1年ぐらいです。その1年の間にできるだけ早くから任期満了までですから、こういうことだと思います。来年前半と任期満了を入れても今4割ぐらいいますんでそれはこの1年の幅の中ではこういうことになるんだろうと思いますがそれは、これ一体改革もそうでありますけれどもこれはいつも申し上げているときやるべきことをやり抜いた暁に適切な時期に国民の信を問いたいと思いますしそれは1年が超えるということはないわけでありますのでその適切な時期に対応したいと思います。茂木君。1年を超えたら憲法違反ですからやるべきことをやり抜いた暁に、いうことでありますけど、昨年、当時の菅総理はですね、自らの辞任の条件として3つ挙げられました。二次補正予算の成立再生可能エネルギー特措法の成立そして特例公債法の成立この3つこれ考えてみますと我々が協力すればすぐにでもできるそういう緊急の案件でもあったかと思います。もちろん私ですね野田総理に辞任しろとそういったことを迫っているわけではありません。そこで総理としてあんまり多く言われても困ります。それがあんまり先のことまで言われても困ります。さらには経済対策とか行政改革どの政権でも当たり前にこれは進めていかなきゃならないこういう問題も言われても困ります。野田総理としてまさに野田カラーとしてどうしても今やるべきこと今やっておかなければならないことあったら挙げてください。野田内閣総理大臣。野田カラーというよりもですね今本当にこの国民のためにすぐにでも結論出さなければいけないことは、これ一体改革もそうでありますけど、やっぱり心配なのは特例公債です。これやっぱり予算執行に影響してまいりますので、国民生活を守るために、何としてもこれは特例公債を早く成立させなければいけないと思っています。で、加えて、この社会保障と一体改革と関連するんですが、マイナンバーの法案であるとか、あるいは公務員制度改革とかですね、さまざまな重要法案があります。で加えて、これは一票の格差の問題も含めての政治改革の関連もあります。これら、やっぱりまだやらなければいけないことが残っていると認識をしています。茂木君。一票の格差の問題、ゼロ増5減、これは総理もですね、優先して取り組みをしなければいけない。我々はそれでやっていきたいと思います。
合意をすればこれはすぐにできると思います。それから特例公債の問題でありますけれど、まあ、これはおそらくですね、9月末の、まあ、予算の執行が 39.3 兆になると思います。そして10月が5兆、強ということですから、10月いっぱいまで持つんです。特例公債につきまして。それを考えると、税と社会保障の一体改革、これを成立させて、すぐに解散総選挙して、臨時国会やっても、十分に私はできる課題なんじゃないかなと、まあ、こんなふうに思っております。もう一回どうしても今やらなくちゃならないこと、いろいろずらずら並べられても困るんです。そして当たり前にどの内閣でも次でもできることをやれても困るんです。野田総理としてやるべきこと、明確にお答えください。野田内閣総理大臣。特例公債もですね、その今予算の執行を抑制するという段階ではありません。でもかなり執行管理をしながらやってるんです。これは不自由な状況だと思います。相当に。ただそれ10月まで待てばいいというのは私は非常に危険な議論だと思うし、特例公債がいつまでも成立しないときに日本のリスクとして見られたとき、社会保障と税の一体改革もそのリスクを意識しながらお互いやってきたと思いますが、特例公債がいつまでも通らない状況のときに内外がどう見るかということも意識しなければなりません。したがって私はこれは早く結論出さなければいけないと考えております。松井君。特例公債についていつまでも通さなくていいと、まあ、いうことじゃなくて、タイムスケジュール的に予算の執行具合でいくといつになりますかということを私は解説を申し上げた次第であります。総理の方でどうしても特例公債を通したいいうことであったら、総理として全体の政治状況について判断をしていただいて、こういう状況だから特例法公債を通してほしいというご提案がありましたら前向きに考えさせていただきます。以上、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございます。